枝野さん、やっと悪の阿部が地獄に落ちる時がやってきました。極右のくだらん政治でした。縁故者の関心を買い権力を続ける最低の政治、勝手放題の地獄の政治を今年中に終わらせてください。選挙で政権交代できなければ立憲民主党のリーダーから降り、埼玉のおじさんに、リベラルには小川淳也さん、山本太郎さん、山尾しおりさんがいます。十分にいます。国民の生活を守ってください。税が高くてダメです。税金が国民の側から見れば公正ではないです。日本の平和と外交を守ってください。知恵を使い軍国主義に陥らないでね。日本人の誇りを守って、トランプにへばりつく土地野郎は下駄をしてね。繰り返して言います。今年中に政権交代する野党の大合同を構築してください。できなければ野党第一党のリーダーから、立憲民主党のリーダーから降りてください。